はい。意識 TV の一式です。2020年12月12日の動画日記となります。はい。えー、撮ってるのはね、13日の、えー、1日後なんですけども、はい。えー、ちょっとね、昨日は、あのー、当日は、ちょっと夜帰ってきてからやる気が全く起きず、えー、撮れなませんでしたんで、今、えー、1日後に撮っております。はい。えー、それ土曜日でしたんですけども、まあいつも通り、朝ね、米田に行って、作業して、えー、で、ちょっと思い立って、そのー、サークルの、 えーと大学の時のサークルの二個下の後輩かな、えー、男の子なんですけども、えー、よくね、よくしていたというか、すごい、あのー、趣味とかワンピースがお互いに好きだったりとか、えー、お互いにその結構読書をしたりとか、結構いろいろなんか、うなんか結構ね、波長が合うというか、すごく仲良くしていた後輩が、えー、いまして、えー、そのね、彼に、えーっと、なんかその休学するっていうのがストーリーであげたんで、あのー、ちょっとそれに反応して、えー、僕の方から、 えっと、ハーゲンダッツハーゲンダッツかなうん、かな多分を LINE、えー、ギフトであげまして、その、それがきっかけで、えー、っと、まあ、えー、っと、まあ、久しぶりにね、えー、ご飯行こうと、行きたいなと僕が思ったんで、えー、LINE を入れたところ、すごいねあの、ぜひ行きましょうということだことですぐ決まりまして、えー、当日に決まって、当日の、えー、夜にね、えー、行ってきました、新宿に。はい。で、新宿のね、お店は三丁目にある、えー、っとですね、僕は初めて行ったディプントさんっていうね、えー、っと、エビスとかにも、えー、っと、ある何店舗かあるチェーンで、ね、ワイン、 えーとワインとかね、生ハムとかがね、えー、美味しい、えー、居酒屋っていうんですかね、えー、すごくね、えーと、いい雰囲気とおしゃれな、えー、活気あふれる、あのー、いい感じのお店でした。はい、で、すごいね、もうその,あの後輩くんは、えー、もうすぐね、えー、7時15分に予約できましたっていう感じで予約もしてくれましたし、なんとその、えー、後輩くんの GoToEat のね、えー、キャンペーンの。 えー、ポイントをね、2000円分があったそうで、それを、えー、使ってくれましたんで、すごくね、それもラッキーで運が良かったなと思います。だから2000円分ね、お得に、えー、まあ、えっ、ー、と、楽しむことができました。で、その2000円で、えっ、ー、とー、1200円ぐらいで、その生ハム、もう、このサイズぐらいの、この、長方形の生ハム絨毯っていうね、のが有名らしくて、それをね、まず頼んで、それが1200円ぐらいだったんで、えっ、ー、とー、そのね、GoTo イ a トのポイントで、その生ハム絨毯がね、楽しめました。はい。 ですね。はいで。えっとね、すごくね、で、その、あのー、まあ、もちろん料理もね、ワインも、えー、美味しかったし、その、まあ、お通しで出てくる、お通しって言っても、なんだろうな、おかわり自由なんですけども、お通しで出てくるパン、これぐらい一口サイズのパン、えっ、ー、と、生ハムと一緒に食べるやつですね。えー、それもすごく美味しかったし、まあ、お酒もね、サングリアっていうワインで、えー、ワインがメインのお店なんですごくワインも美味しかったし、えー、ワインと生ハムね、合いますね。はい。また、えっ、ー、と、行きたいと。 思いますはいでそんなね素敵なな、えー、お店をね選んでくれたあの後輩に、えー、めちゃくちゃ感謝しておりますはいで本当ねなんかその僕の方でも特にあの、まあ、ここ行きたいなっていうところはあのパッと思いつかなかったんで後輩くんにえー、委ねて、えー、どっかえっ、ー、と行きたいところあったらそこ行こうっていうことでそしたらポンポンと2個くらい出してくれてええー ななかなかねそう言って出てくる人はなかなか、まあ、僕の周りはあんまりいないんであすごいなと思ってそこにじゃあ,あの生ハム美味しそうだからそこにしようということで、えー、決めていきましたはいでえっとねそこでねまあもちろん料理はもうお酒も美味しかったんですけど一番ね、えー、感動したのはその後輩の、えー、態度ですね態度というか 店員さんへの、えー、接し方とか、態度とか、気配りとか、えー、もうすべてにおいて、もうね、えー、かっこよすぎて、もうびっくりしました、感動しました。はい、でそのね、えー、彼は、あのー、実はその飲食店の、えー、アルバイトね、えー、していたこ経験がね、えー、結構あるらしくて、えー、そのね経験から、すごくそのどういう感じで、あのー、まあ、その、 飲食店で働いてる方が、えー、どういう感じでそのお客さんから、えー、言葉をかけられたら嬉しいかとか、どんな、えー、とどんな感じで、えー、なんだろうな、注文とか、えー、してくれたら、こうやりやすいかとか、そういうのをね、もう、えー、すごく熟知していると、えー、まあ自分、彼も言ってたんですけども、本当に、見ていると本当にそうで、なんていうんですかね、すごく、もう、なんだろうな、<laughs> あのー、もう確かになんかその、 その彼が、えー、と受け答えっていうか、えー、すると、その店員さんの方もすごく笑顔になって、まあ、もともとすごいね、笑顔な、顔が素敵なあのー、店員さんばっかりなんですけども、さらにこう、なんか、プラスアルファで、えー、その、怖い君の受け答えとか、接し方で、プラスアルファで、こう、店員さんも、なんかこう、幸せオーラっていうか、プラスのオーラが出てきて、わー、なんか、すごいなって、こんなに、その、 接し方というか態度でだけでこんなに、えー、お店の店員さんも、えー、雰囲気というか、えー、喜んでくれるんだなっていうのを、えー、今回に、ね、初めて、えー、初めてでねほんと感じましたねはいだからほにすごく、えー、ニコ個下の怖いなんですけど本当にかっこいいなと思って、えー、そこを見習っていきたいなとその店員さんへのね、態度ね、えー、見習っていきたいと思いますはいまあ、僕は別にそんななんか大変な、えー、態度をとっているとかでは 全くないんですけども、えー、その素晴らしいもう,もう完璧と言えるような後輩の、えー、態度聞くりを見ているともうなんかちょっとあのー、うわーみたいなやられたやられたっていうかこれは見習わないとなって思ってまあ普通にねしてるだけでもまあいいんですけども王兵よりは全然ねでもなんかそのプロ乗にプラスアルファしてね、えー、やるとやっぱりねあのー、聞いてる一緒に来てるこっちも気持ちよくなるし店員さんも気持ちよくなるし、えー、何よりその彼が言うにはそういう あのー、い,い,いい感じのなんだろ接し方を聞き配りしてくるお客さんには、えー、その店側もすごい最高のサービスをあの提供、あのー、したくなるというかそれで結果的にいいサービスをさらにいいサービスを自分たちも受けることができると思うねなもうだろう一石三鳥ぐらい、えー、なのでもう僕も、まあ、まあちょっとね えー、次からね、笑顔がね、えー、基本ね、店員さんの接得があんまり正直ないので、結構ね、怖い感じになってるんで、まあ、少しずつなんか笑顔で接したりとか、えー、ね、えー、言葉遣いとかもね、もう少し、こう、なんか、えー、敬意を払ったような感じに、えー、できしていけたらいいなと、えー、思いました。はい、そんな感じで今日は終わりたいと思います。本当に、えー、素晴らしい態度でした。はい、見習れ見慣れます。本当にかっこよかったです。ありがとうございます。